付き合って一年になる彼女と同棲していた。ある日、家でパソコンをしていると、一通のメールが来た。見知らぬメールアドレスからだったけど、開いてみると、一人になったら死ぬ、と書いてあった。いたずらメールだと思ったけど、俺はちょっとビビった。そんな時、同棲している彼女が、コンビニに行ってくるから、と言ってきた。俺は一瞬、焦った。このままだと、 一人になってしまう。いや、でもあれはただのいたずらだ。そうに違いない。まさか彼女に、怖いから行かないで、とも言えるわけがない。じゃあ、行ってくるからね。うん。30分後。なんだ、大丈夫だった。やっぱりいたずらメールだったんだな。それにしても、あいつ遅いな。気づいた時が恐怖の始まり。